いや、いつもの景色ですね。誰がするんあれ。フリーハグって言ってさ、ペラチョン持ってるけどさ、あんな怪しい、なんか日本人か外国人かわからんおっさんとフリーハグするやつおるん。ニヤニヤしてるじゃん、ちょっと。やだ。あれは何あれ。あれなんか TikTok かなんか動画撮ってるよ、あれ。女の子が撮られてるんじゃなくて、男の子が撮られてるパターン。映り込もう。あれより後ろに映り込めるのはもはや幽霊しかおらん。もうだって後ろさ、看板なんだから。あれより後ろに映り込めるのはもはやもう幽霊しかおらん。あれ回れないでしょ、さすがに。誰が豚の幽霊だもん。全く怖くねえじゃねえか、お前。人の幽霊だろ、お前、それ言うなら。豚の幽霊見て怖いと思うんか、お前。ちょ、あれの後ろ俺通れないよ、さすがに。あれはちょっときついよ、ミッションとして。いや、ちょっと待って、ひよってて、ね、あれやばいでしょ。ハグか映り込みかどっち。めちゃくちゃ男の子ズームにして撮っとるんよ、あれ。いや、あれ後ろきついって、マジで怒られるって。あんなに男の子撮ってんのに。イエーイ、イエーイ。ちょっとさ、マジさ、勘弁して。何このミッション、何このミッション。ちょ、マジさ、やめろって、マジで。人をラジコンにすんの、マジできつい、マジで。やだ、もう。ラッパーがいるぞ、ラッパーが。これフリースタイル、これフリースタイル、これ。すごい。これ僕もやっていいんですかね、俺。全然飛び入りで。あれやっていいですか、マイク。マイク助けって言ったら多分助けてる。あ、分かりました。いいですか、初めて。ドキドキする。いやビート変えるよ。いや、よかったら見てもらっ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 てもらのりゆき石川、調子はどんだい、yeah、渋谷に来た気分やん俺、ah、マイク握ったらかますぜ、ah、よ、みんな乗ってるかい、土曜日の夜とパーリライ、ah、yeah、年は38、気づけば40手前、まだ生放送やってる、やり始めて14年目、ah、でもまだまだ負けないぜ、若い者たちにはまず負けないぜ、ah、横からやってきたポリス、ちょっと困るぜ、でも離さないぜ、マイク、MIC 警察官。調子はどうだい、はい。止められちゃったじゃん、俺のラップ中に。ちょっとタイミング悪いっすよ。だけ。え？110番入っちゃったんで。110番入っちゃった？え、じゃあ警察官が悪いことしたことないですか、人生で一度も。一回ぐらいですか、悪いこと。うんだよ。俺の声でかすぎたかな。マイメン、ソーリー、イエー。うん。え？どうぞ。まだみんなで楽しくやりましょう。すみません。いいとこあったのに。ハグで癒されるわ。さっきね、うん、警察来たの。あ、そうなんですか。そう、警察来て、うん、そこでマイク右ちょだめって言われて歌歌ってたんだけど、あ、そうなんですか。それで落ち込んだから、ちょっとフリーハグ来ました。頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。ありがとう。めちゃめちゃ日本人の。さあ、今日は何のネタが落ちてるかな。金髪歩きタバコだよ。この辺って何、歩きタバコできないの。ダメなんだ。まあでもこんだけ人通り多いからね、吸っていいってやったら危ないもんね。タバコ落とさないかな。吸い殻落としましたよって言いたいな。絶対捨てるんよ、絶対捨てるんよ。あ、落とした。お兄さん、吸い殻落としました。タバコの吸い殻、ゴミ箱。
業愛が強いこと。いや、なんかめっちゃ睨みつけてきたけど、めっちゃ睨みつけてきたけど、それだけだった。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。